ウォータールーロードにかかっている、ウォータールー駅とウォータールーイースト駅を結ぶ、歩道橋。ウォータールー駅の向かい側にあるユニオンジャッククラブ。ウォータールーロードのテムズ川北西端を背後にした、ブフィアイマックス。ベイリスロードとウォータールーロードの角から見た、オールドビッグシアター。ウォータールーロードは、イングランド、ロンドンのウォータールー地区の主要な街路である。ランベスクのテムズ川川北西端。 サウスバンク地区から南東に走り、サザーク国市側にかかる、領事地区にまたがって伸びている通りである。南東端は、ラウンドアバウト内シジャンクションのセントジョージズサーカスの西シキンウェストミンスターブリッジロードに突き当たり、同セントジョージズサーカスまで伸びてくる。この二鳥以外に、ブラックフライヤーズロード、バラロード、ロンドンロード、ランウェスロードなどが同セントジョージズサーカスに接続する。 ランベスク、サウスバンク地区の通り北西短側からテムズ川をウォータールュー橋で渡ると、対岸にサマセットハウスが見え、シテオブ・ウェストミンスターのオールドウィッチ地区になる。サウスバンク地区の北端に近い場所には、クイーン・エリザベス・ホールとヘイワード・ギャラリーが西側に、ブフィー・サウスバンクが道路の下に、ロイヤル・ナショナル・シアターが東側に位置している。かつては、この辺りにクーパーズ・ガーデンズがあった。 そのすぐ南側で大きなラウンドアバウトの中にあり、地下歩道網で周りと繋がれているのが英国映画協会のブフィ・アイマックスである。東側の近傍にはキングスカレッジロンドンのジェームズ・クラーク・マックスウェル・ビルディングがあるが、これは1860年から教授であった物理学者ジェームズ・クラーク・マックスウェルを叩えて名付けられたものである。そのさらに南側にはセント・ジョン協会があるが、 これは、ナポレオン戦争の勝利を祝い、フランシス・オクタビアス・スベッド・フォードの設計により、1824年に建設されたものである。この教会は、1940年に、焼夷弾攻撃を受け、内部はほとんど消失した。教会が修復を経て再開されたのは1951年で、この年から、金傍のサウスバンク一帯で開催されるようになった、フェスティバル・オブ・ ブリテンの教区協会としての役割を担うようになっている。さらに南へ進むと西側にウォータールー駅がある。東側にはサンデルストリートに面してユニオンジャッククラブがあり、さらに有名で歴史のあるオールドビッグシアターがザカットとの角にある。さらにウォータールーロードを南下すると西側にロンドン救急サービスの本部がある。その向かい側の157番地にある。 パートナーシップハウスは、かつては、イギリス海外福音伝道会や英国政公会、選挙協会の本部をはじめ、様々な協会関係の選挙団やコミュニティ関係の組織などが入っていた。その後、退去が進められ、再開発を待つ状態となった。この街路は、登録上は、ウォータールーバ橋を越えて、北側にも伸びている A301 の一部であ,ありがとうございます。